ようございます。どうも、おはようございます。どうしたんですか、そんな突然無料体験に今日もあの無料体験に来ました。ありがとうございます。はい、はい、すごいですね、外の工事が。そうなんですよね。ちょっと解体してて、はいはいはい、で今日はまあ月に1回、はい、壁屋さんシリーズということで、はい、よろしくお願いします。ちょっとまあもうすでに実際壁屋さんとはいろんな打ち合わせをさせてもらってですね、はい、いよいよ養豚教室を、うん、完全に生徒募集を SNS のみでやろうと、やろうと、はいはい、まあ SNS の逆にそっちの方が多分効果があるんじゃないかというところで、うんうんうん、でいろいろと本当はカメラさんにねホワイトボード使って、はい、いろいろと説明してもらおうかなと思ったんですけど、はい、もうすでに2時間ぐらい経過して、ね、打ち合わせでねもう一回この話をカメラさんにさせるのは地獄だなと思って僕の方で。で、はい、まあ、うん、おいおいね、はい、いろいろと、いろんな話出ましたけどね、Google 広告だの、LINE 広告だの、Facebook、そうですね、インスタ広告だのと。で、まあ、要は SNS 中心に、まあ、また YouTube もいろいろと変えながら、はい、で、早速、まずは、あれですね、Facebook 広告、そうですね、インスタ広告から、はい、はい、全部設定もやって、うん、本当はあれなのかな、そろばん教室の先生用に画面で、はい、そこまでしなくていい。やり方、うん、すげえ知りたいと思うんですよ。僕だってカメラさん実は、はい、今こうやってもう撮ってもらってますけど、はいはいはい、ずっと1時間半ぐらい僕の隣にいましたもんね。そうですよ、そうですよ、そうですよ。1時間半動画になっちゃうんですよ、うん、だから本当はね親切で、はい、であれば僕がね、うん、画面でこうやってトークしてるとでやった方がね、はい、じゃあなんかご要望があれば。ああそうですね、はい、もしね見ていただけてる先生で、はい、やり方わかんないよと Facebook 広告で、はいはいはい、でまあ今1回もまだちょっと処理中になってるんですけど、これで申請して、うんうん、通ったらとりあえずテストパターンで1週間ですよね、はい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 、やってまたその結果も当然神谷さんに見てもらって修正しながら、うん、ちょっと長い勝負になっていくと思うんで、はいはいはい、いろいろと画像を変えましょう、キャッチ変えましょう、うん、じゃあエリア変えましょう、うんうんうん、カテゴリー変えましょうっていろんなちょっと細かいところがあると思うんで、はいはいはい、それはもうちょっとこれから力を入れていきたいと思います、うん、また予算とかのもうちょっと頑張りましょうとかあると思うんで、そうですね、はいはい、それをちょっとシリーズでこれからいきたいと思います、うん、でSNS で生徒募集が失敗した場合は、はい、潔く撤退そんなわけにはいかないですけどね、はい、そんな流れでやっていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、もう疲れたでしょ。いやいや別にまだ、はい、まあ今日はこんなところで、はい、また来月、はい、だから来月そうですね、また画面だけじゃあ映しておきますから、ね、あそうですね、こんな感じなんですよ今日ね、もうほぼあまずい秘密のメモはちょっと隠して今こんな感じで、で来月あれですね、この1週間のテストパターンの、うんうん、ちょっと反省会というかまた修正入れながらやっていきましょうか。そうですね、ですからこれ結構本当にいい動画だと思うんですけどね、うんうんうん、ぜひご要望があれば、はい、細かくもやりますんで。そうですね、はい、はい、あ1個だけじゃこれだけ言ってみましょうか。どうぞ。なんで、うん、Google 広告じゃなくて、うん、SNS 広告なんだ。ああそうですよね、初め僕の質問そうでしたもんね、はい、Google 広告Google マップであれ一番いいんじゃないですか。そうそうそう、まあ現にうちはそれで来てますからね、はい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 、Google マップで調べて。そうなんですよ、で Google 広告のその Google マップの部分って、うん、広告出さなくてもある程度ちゃんと Google マップのを頑張れば、うん、頑張ってちゃんと情報を書き込んでおけば、まあ簡単に言うと上がってくるんですよね。まずは前提条件として当然 Google マップを登録した上での Facebook 広告、はい、うん、そう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 です、はい、でわざわざまた Google マップに広告をそうしたら打つことないので、うんうんうん、だったら同じお金をかけるんだったら他の SNS の方がいいっていうのと、うん、あと Google で検索するときって、うん、例えばソロ版とかで検索すると思うんですよ、うんうんうん、ソロ版に行くことが決まってから検索すると思うんですね、いわゆるこの前の話年間になったと、うん、今までは春に集中して生徒募集っていうのが、うん、もうダラダラとちょっと、はいはいはい、夏とか秋とか、うん、もうざっと年間になったんで、うん、季節が決まってればもう短期勝負で Google 広告、そう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 、長い勝負は Facebook だ、うん、そう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 そ、はい、まあその辺にしておきこれ以上詳しくはそうです、はい、まあ
まあ、いや、言いますよね、僕は全然。全然構わない。まあ、違う動画で言ってるかもしれないですけど。今日、神谷さん、疲れてるということで。また、次回。まあ、はい、これから、さすがに全国のそろばん先生もなかなか織り込みチラシで今、反応薄いと思うんで、うん、はい、SNS で、ちょっと僕が、実験台になります。うん、はい、こんな感じだったよっていう報告も含めて、そうですね、この結果1週間ちょっとテストパターンで、はい、で出してみて予算これぐらいでこのカテゴリーで、うん、どれぐらい反響あったかっていうのを次回動画にしましょう。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあどうも今日はありがとうございました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。